Jin, 戻っておったのだな。 百姓たちを苦しめてはおりませんか? さすがやりかわ。 この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。 頑固でもあるがな。 あなたには及ぶまい。 当然だろう。 少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。 こうして力を貸すようになったのは お主の働きのおかげだ。 答えねばなりませんね。 私も励まねば。 猛虎は刀鍛冶をさらって武具を作らせてるって聞いたぞ。奴らのために働くなら死んだ方がいいし。クロード様の鎧を見たけど、あれじゃ猛虎に勝てそうもない。あら、何を拾って言うんだ。岩法師が聞かせてくれた鎧の話知ってるよな。あの百姓の話か。一族郎党殺されたらしい。生き残りは足立様の嫁御だけ。大迫様か。 あれは逆らってはいけないのか。でも誰か車輪をよく見て。よく働いておるな。誰も怠けてないか。足がしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたら、お城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモ浦の時にも使えたらよかった。足の荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。<笑>鷹のことを。 夜中から聞きました。足なんかよりずっと度胸がある。鷹が聞いたらきっと照れるぞ。なら足も精を出さなきゃね。何があったんだ。別にどうした。何かがいつもと違う気がする。うん、お前からいい匂いがする。 何か御入り用でしょうか。酒井戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは申し分ない。腕はないが肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川は、かして島の支えであったからな。 気持ちを入れ替えられるところ。酒井様、乃里夫、新参の稽古中か。稽古ではなく心の整え方を教えていました。武士も槍川の戦士も戦の前に心を静めた方がいいかと思いまして。 そうすれば世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。助かったぞ。御仏のご加護がありますように。どうだと思うか。 猛虎の大将を殺せるのは友か。嘘だ。翼があるんだ。翼なんてあるわけ。いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。鷹には すまないことをした。クロードのこと、あの子も槍川も信じてる。
立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。そうだろうな。酒井殿。小賀殿、叔父上の所在は？丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして進ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらにグレーな槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロード。武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た。今こそそうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、おいご殿がお着きです。陣、上におる。志村殿が捕まった時からであろうな。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか？捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みもそなたが耐えた苦しみもハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、故に手強く恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。殺した。
兄上の敵だ。遠兵が来るぞ。シーザー。Thank you.
道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。 酒井、お前が策を練れ、あの兵器を壊すのは武士らしく、わしはここにとどまり矢面に立つ。離れるな。この者とどまれ。行け酒井、ヒヤリを奪え。 私も行くよ。離れるな。おのおのとどまれ。行け酒井、ヒヤリを奪え。電ドゥ、私も行くよ。離れるな。おのおのとどまれ。行け酒井、
動しろ。味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだがな。あいつか。破壊者、やりましたね。猛虎勢を押しておるぞ。天兵が来るぞ。猛虎にかける情けはないぞ。誰かいる。早く。目笛を送ってやれ。道は開けた。押し進め。陣を組め。行け。橋まで進むぞ。炎の橋へ進め。対馬を守れ。対馬を守るぞ。猛虎を海へ押し戻せ。一人も残すな。敗走を許すなど何か妙です。行かせた。あれじゃ犬尻だ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのだ。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。猛虎は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前もけだものになるぞ。
誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。酒井様、ケンジ、何をしておる。怪我人のお世話です。でも強い酒を飲ませることしかできなくて、腕を失った人をどうやって慰めたらいいんでしょう。知りたいな。タカならうまく慰められるのに。生きてて欲しかった。そうだな、お前も休め。そうします。ジンか。マサコ殿、ご無事でしたか。運が良かったのだろうな。息子を見送れなかった償いに、最後までこの若者たちの世話をしてやろうと思っておる。叔父上は朝方追い打ちをなさるおつもりです。何か策をお考えなのだろうか。若いのが傷つくのは見るに耐えぬ。あるはずです。なすべきをなせ。いつでも力を貸す。太刀のことならお任せを。今は私にできることはありません。長きにわたりハーンの囚われの身とはな。皆が悲しんでいます。酒井様。ノリオ、お前の身案じておった。無事でした。私は九死に一生を得ましたが、多くの犠牲が出ましたね。城を奪い返した後に丁重に弔ってやろう。勝機はあるのでしょうか。勝機は必ずある。望みを捨てるでないぞ。もちろんです。あとどれほどのルミを受け入れられるだろうか。集中だ。続けておれ。先生、壊れた橋の修繕を待ち、朝方出陣します。ハーンの肝を冷やそうというわけか。たじろげば多くが死ぬことになるでな。他の手もあるはずです。どうせ志村殿のお怒りを買うものであろう。民の命を救うものです。思案を重ねて動け。ご異論が。そうは言っておらん。またお越しくださいませ。志村様の下地で橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ。分かってる。半時で取り兜を集められるか。まあわずかなら。人を頼り、集められるだけ集めろ。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み、飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。構わん。タカから預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。
急いでトリカブトを集めた。足りそう。これで何とかしよう。櫓に行ければ敵陣の様子を探れる。毒を仕込む案も浮かぶはずだ。手早く物見を殺さねば。櫓から敵陣を探りたい。Ямар нэг юм харуу. Тэр харагдах хүл байна. Арчин! Энэ үүнийг хэснэг өлөх ёстой. Одоо үгсээр онцомор. Ямар нэг юм тэнд харваад байна! Нэг юм тэнд харваад байна! Үгүй самар ахин онцомор! Ахиж харангуул! Олоод ална тэрний! Сум шугнах шиг болсон! Ой! Субтитры
を盛る手を見つけねばな。あの道、守りが薄く潜める場所も多い。杉笠衆だ。龍蔵、やはりここにおったか。宴を開くようだ。もうこの酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。守りは堅牢で、火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。気づかれずに酒のところへ行かねば、庭を抜けた方がよいな。宴に潜り込み、酒に毒を入れる。さあ、ようちゃんやった。
酒はあそこにある。あとは毒を入れるのみ。待つとするか。イネッパスタッドか。ジン、ハーンはどこだ。北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら知れたことを言うな。俺がハーンについたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。前ほどの友はいなかった。下れ、そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。だから後には引けん。ドクとはな、おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。なぜ寝返った。
純。頼む。さらばだ、龍蔵。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば。足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ、世を乱してか。これは戦です。それでは蒙古と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だが、まことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。おじゅうえ、九郎殿の名を捨て。この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺はクロードだ。では裁きを受けてもらう。藩を追え。陣、鷹のためだ。行け。何用で参った。志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。グズグズしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらんな。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる。
見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か。あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを、おじゅう。雅子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば、馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。美味しく飲んでいらっしゃいます。手負ったせいか焼けたぬくろの匂いがしなくなったか。黒酔い宿泊の庭でお話をなさる聞いたが、誇りのない犬め。もうこう言った。そうだろう。この仕方がもう人じゃないみたい。あれは二度とごめんだ。隅々まで探すのか。逃がすな。我らも探しましょうか。
野原ではないか。きっとユナも生きておる。大風が来そうだ。早くユナを見つけよう。レギオン発進だ。あれ、サムライ！Huge wish wedge.
ぬな。だがこの者ら、ひとところに集められたのか。ここにも人が。なぜ死んだ？口の周りに血が。この匂い、トリカブトだ。猛虎も毒の作り方を学んだ。これが因果応報か。ムフコース、ダルタルディ。紛れれば。目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ。ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら矢倉に来て。ユナと話そう。いい隠れ家を見つけた。矢倉から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。上岳寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。
そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けて、空は死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？お主を凶賊として差し出すことなどできなかった。もう憎まれてるけどね。それに降伏しなければ藩に逃げ切られていたはず。叔父上は俺を守りたかったのだろうがな。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。それが吉と出るかは分からぬ。幾度も証明してきたよ。藩を殺して猛虎を追い返せば志村様は許してくれるかな。叔父上の許しは無用だ。こうなったこと悔やんでない？いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。俺が選んだ道だ。いかなる始末になろうと悔いはない。たとえ罪人と呼ばれようとも。城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。じゃあ開けた地を越えて寺に近づかなきゃ。つまり湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし術。あれで敵襲を知らせるのか。欲しいものをやる。
ここで死ぬかと思いました。動けるな。すべて助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。の旧兵見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？のろし術を打ち上げおびき寄せて一網打尽にする。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。待っておれ。のろしを上げる。これで気を引ける。では戻るか。あいつら氷の上に来た。始末する。慎重に策を練らねばな。あの滝、凍ってる。あそこを登れば、裏に回れるね。行くよ。長と歩兵か。長を殺せば兵は散る。センドワン、ハノイ、ビーチバッファー。ビーチバッファー。ビーチバッファー。何言うんだよ。見つかった。チュアン。チュアン。癒せないのにどうして人を助けることができる。片付いた。もう安全だ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。猛虎もいないし壁も頑丈。ここなら安全だ。
ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の敵取ってやろう。皆の敵だ。もっと早く始めてればな。ジン、こっちだ。行善様のお話聞いたことあるか？あの盲目の奉仕、いつも新しいお話を聞かせてください。ふっ。なあ、心なしか泡の味がおかしくないか？ああ、わかるよ。きっと食べやすかった。魚が恋しくてたまらないな。違うよ。クロード様が他のお侍と違うかわかる？どんな鎧でも結構です。より頑丈になりました。お体の傷も減りましょう。ぶつかったらしくてね。怒った陰ながら父上をお祈りしてます。ジン、こっちだ。酒井様。無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。みんなに礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあればあなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。容赦しないとね。行く先々で女が行方知れずになってるって聞くから。一体何が？鎧を整えてもよろしいでしょうか。もうこの刃は通しません。礼を言う。一段とご立派になられましたね。
ジン、こっちだ。信じたね。すべて罠だ。刀鍛冶をお探しですか。磨き上げましたよ。お前は何様のつもりだ。どっかの大将でも気取ってんのか。考えればわかるだろう。ご遠慮なくご覧ください。戦でお使いください。素材が足りないようですね。どうかお気をつけください。ジン、こっちだ。お頼みを聞いてください。弓の修繕をいたしましょうか。恐れながら素材が足りないようです、お侍様。ではこの弓で猛虎を懲らしめてください。良い弓に勝る武具はございません。ねえ、分かったかも。クロード様の正体は自動。戦が終わったらクロード様が地頭になればいい。でも志村様がお許しにならないか。だからクロード様が志村様なんだ。猛虎から逃れるために毒で自害したらしい。どこで手に入れたんだ。ジン、こっちだ。さ、お手伝いできることは。波しぶきを感じたり潮風が恋しい。ジン、こっちだ。必ず対馬から逃げ出してやる。誰かに連れ出してもらうつもり。一人じゃ無理だからね。で、猛虎の船に気づかれずに通り抜けるってことか。それしか道はないだろう。その後は空国の高麗を支配される。どこかへ連れてってくれ。どこでもいいから。もし、太刀のお手入れをいたしませんか。ジン、こっちだ。またお侍が現れたらしいよ。年寄りで弓を持ってたって。そのお方の顔は見えたの。石川先生に似てたって聞いた。道に迷った時助けてくださったお坊様覚えてる。忘れるわけない。のりおさん、どんな鎧でも結構です。
が死んだって噂だ。それがノリオ様は生き延びたらしいよ。本当？今はクロード様の仲間だって。うん、あんたまたそんなこと言って。お頼みを聞いてください。蒙古が我が師匠を捕らえてコトゥンハーンのために鎧をあつらえさせたのです。島を踏みにじるだけではなく技術まで盗もうというのか。師匠は鎧を作り終えると隙を見て逃げました。ハーンの鎧を持って。その行き先は？二つの部位をそれぞれ違う村に隠したと本人から聞いております。他の部位は？もうこの手中に。隠し終える前に見つかったのか。師匠は残りの在りかを白状することを拒み殺されてしまいました。鎧を全て見つけ師匠の仇を討とう。あなた様が来てくだされば師匠も浮かばれます。鎧を揃えていただければお体に合うよう私が直しましょう。Here you! Here you! Zip's a great bird! Neg yum harsinta! Yasum bird! Alright!
don't let it change. Sure.
칭하루오! 제이오 합사! 응? 댄 네게 뭐 있어? 요에! 어이! 은어 극자 하루다! 어! 하긴 가르츠 선배. 집스게 빌어줘. 노쇼.
진하고내기엄하르보어찌사디엘스미든세렘치대빠들텐베노내기좀 갈 수 있다 Кыкча харта. Кербе швойч. О, нотерни. Хин инку харво. Энтер самурай болто. Алда төрдү.
짧은 배.
逃がしてやる。毒を使うお侍なんて聞いたことがありません。ありがとうございました。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうかお受け取りください。覚えてきた。火を探さねば。止めねば。凍えてきた。かじかんできた。このままでは凍える。凍えてきた。火を探さねば。早く体を温めねば。寒いな。かじかんできた。火はないのか。
Negum bed. Negum bed. Chicago! Here you, Yasin! Ah!
Perdiu? Kişe, çolları çık! Çıktı! Hem uçsa!
Yeah.
Hoi! Harbo! Zips to get big! すっかり諦めておりました。もう安全だ。はっ、何が持ってた。チェイヨーアッパー、何が持ってた。何が持ってた。はっ、何が持ってた。天の前Cinta, ¿eh? すみません。さあ、早く逃げよう。待たせてしまったな。ああ、助かった。ありがとうございます。安全なところへ。抜かるでないぞ。これ以上耐えられそうにない。
っお侍様、助かりました。わしらはこの鎧を守るよう頼まれたのですが、あなたにお預けするべきですが。それはハーンが作らせた鎧だ。さようでしたか。もうこの手に渡らずよかった。槍川が志村様と手を…よし。Negium Harsinta. Tuba! Negli un far cinta. Mm-hmm.
Tent negium ben. Yad yum harsimo. なんて過保物だ。もう安全だ。これをお受け取りください。レギオン発進だ。Legion Harsinta! Legion Harsinta! Ten to a fun! It's all like that way! Legion Harsinta, you wait! してやる。祈りが通じたようです。安全なところへ。抜かるでないぞ。あんなこと言わなきゃよ。
ありがとうございます。もう安全だ。Эндээс бутар чадахгүй. Ямар нэг юм аруу. Уцаа дэвэрч мэдэн. やる。ありがとうございました。道中気をつけよ。諦めた連中を責めるな。Болсон байлгүй дээ.待たせてしまったな。まだ生きてる。ありがとうございます。行け、達者でな。もうこの船から逃がしてやる。
お侍、お会いしたのも何かの縁。この鎧は猛虎に追われた職人から託されたものです。では俺がハーンの代わりに預かっておくとしよう。よくぞ守ってくれた。当然のことです。これで全て揃ったな。あの弟子の元に戻るか。どうしてクロード様が他のお侍と違う。石川先生に稽古をつけてもらったからだろう。鎧はお体に合ってます。から学んだの。鞍馬山の大天狗の義経公に手ほどきをした剣舞。クロード様と。いかがです、鎧は見つかりましたか。猛虎の手に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れないのですね。ですがあと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね。わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。叔父上が見たら何と言われるだろうな。槍川の町は弓の修繕をいたしましょうか。助かった。昔死にかけたことがあってな。ああそう。何があった。何かご入り用でしょうか。気づいたら夜になって馬と鉢合わせたんだ。志村様が地頭の任務。クロードが刃を交えるのは聖者だけではない。この世に縛られた哀れな亡者も相手にせねばならなかった。どうしても城を二つとも手放したんだろうな。港があればいい。ジン、こっちだ。